動画をご視聴いただきありがとうございます。高瀬俊介です。今回のテーマはあの人の心の中で起きている変化はというテーマで、あなたが今気になっているお相手の方の心の中で起きている変化、そしてあなたに対する思いや気持ちに対しても何か変化があるのかっていうのもですね、合わせて見ていきたいと思います。はい。今回もサンタクリーディングということで、カードを3種類ご用意させていただきました。一応選択肢としては左から A、B、C としておりますが、カードの絵柄であったり、上の招き猫の座布団の色であったり、何か気になるものをお選びいただければと思います。はい。今回のですね、カードの絵柄といたしましては、左からスピリットクォーツ、そして真ん中がラブラドライト、右側はマラカイトというクリスタルになっております。はい、何かね、気になったものをお選びいただければと思います。はい、それではカードをお選びいただく時間10秒ほど取りたいと思いますので、直感でカードをお選びいただければと思います。それではどうぞ。はい、カードをお選びいただけましたでしょうか。それでは各動画のタイムテーブルについてはこの動画の下の概要欄に詳細を記しておりますので、そちらをご確認いただけますと幸いです。それでは本日もよろしくお願いいたします。はい、それではですね、まずはじめにこちらのスピリットクォーツ、もしくはですね、赤のカードを、赤の猫ですね、をお選びいただいた方のカードをリーディングしていきます。では早速カードのオープンからしていきます。はい、今回はあの人の心の中で起きている変化はということで、まあどんなね、心の変化があるのか、そしてあなたに対する思いであったり気持ちに対してはどんな変化があるのか、まあ、何をね、思っていらっしゃるのかっていうのを見ていきたいと思います。はい、今回のカードはですねこちらになっておりまして、カードといたしましてはこちらがですねお相手の方の今の状況を表すカード、そしてこちらがですねお相手の方の心の中で起きている変化を表しているんですが、左側の2枚が人間関係に対する心の変化、そして右の2枚がですね、恋愛に対する心の変化を表しています。そして下の4枚のカードについてはあなたに対する本音であったりあなたに対して思っていることを表すカードになっております。はい、ではね早速見ていくんですけれども、そうですね、ではですね早速ですねカードを見させていただきましたのでリーディングを行っていこうと思うんですが、まずですね、まあ、心の変化、という部分に関して言うならば、そうですね、成長を欲していらっしゃるのかなというふうに思います。成長というか、まあ、成果ですね、まあ、それを欲していらっしゃるのかなっていうことと、まあ、あとはですね恋愛に関してももう少しね自分を客観視した方がいいというふうにね、考えていらっしゃるのかなというふうに思います。それもおそらくあなたとの関係を、進めていくにあたって、そこがですね、まあ、ちょっとこう、まあ、妨げとなっているというかね、まあ、ちょっとそこが原因で、何かこう思うような結果が出ていないっていうふうにもまあ感じていらっしゃって、まあ、そこをね改善していけたらなというふうにも、お考えなのかなと思います。はい、まあ、あなたに対する思いというものに関しては、まあ、今回ね出た結果から言うと、まあ、前向きな結果ではあるのかなと思いますので、まあ、このあたりですねそれぞれのカードを見ながら詳しくお伝えしていこうと思います。まずですね、こちらから見ていきたいと思います。お相手の方の今の状況を表すカードです。今回出たカードこちらの3枚になります。ワンドの4、ペンタクルの9、そして、ソードのープリンスというねカードになっておりますが、全部正位置で出ております。はい、そうですね、まずですねこの3枚のカードを見た時に感じたのが、
まあ、やっぱりね、そのお相手の方としては早く結果を出したい、成果を得たいっていうふうにね思っていらっしゃるのかなと思います。でこれはまあ、その成果を出すことでようやく例えばあなたとのね、恋愛が始められるとか向き合えるようになるとか、まあ、逆を言うとその成果を出さないことにはあなたとの恋愛や関係をに集中できないというふうに思っていらっしゃるからなのか、まあ、とにかくまずはこう結果を出したいんだと、まあちょっとそこが何でしょうね、こう高まり、その気持ちが高まりすぎて焦りにももしかしたらつながっているのかもしれないですが、とにかく早く成果や結果を出したいっていう思いが伝わってきたなというふうに思いますね。まあ、それぞれのカードを見ていくんですが、まあまずはじゃあこちらから見ていきましょう。ソードのプリンスというカードになりますが、まあこれはですね、まあ目標に向かって大きく前進ということであったり、まああとは目の前のことに集中しているっていうね、メッセージのあるカードになっているんですけれども、まあ何でしょう、こうね、そのプリンスがね乗っているこの馬ですね、それがまあものすごい勢いでね、まあこう前進しているということから、何か物事をね一気に、それこそまあ目標に向かってっていうのがありましたけれども、自分の何かこうたどり着きたい場所であるとか達成したい目標に向かって大きく進んでいきたい、でそして早くその目標の目標とする場所にねたどり着きたいっていうことを表すカードになっています。まあこれを言うならば早く結果を出したいとかね、まあ、スピード感あふれる展開で望みのところに到達したいというか、目標の水準を達成したいとかね、まあ、そういったことを表すカードでもあって、そのために今目の前のことに集中している、結果を出すことに集中している、成果を出すことに集中しているっていうことでもあるんですけども、その反面ちょっとこうね急ぎすぎているっていうのもね読み取れるんですね。まあちょっと焦りも出ているんじゃないかと、早く結果を出さなきゃ、早く結果を出さなきゃっていうふうにもね思っていらっしゃって、その背景には早く何かその結果を出さないとね、例えばそれ以外の何かがこう損なわれてしまうとかね、失ってしまうとかっていう考えもあって、ちょっとこう焦ってはいらっしゃるのかなというふうに思います。で次のペンタクルの9というカードは、まあ、これ実りの教授ということで、まあ、いわば何かこう努力したこと、頑張ってきたことに対する成果、まあ、実りですね。まあ、それを教授、まあ、結果を得たいということですね。自分が今一生懸命目の前に集中して頑張ってきたことに対してのそれにまあ見合うようなね、まあ、その頑張ったこと以上の成果を早く手にしたいということを表すカードで、その手にしたことで、まあ、いわば満ち足りた心、幸せや安心に満ち足りた心を手にしたいと、まあ、いわば、まあ、安心をつかみたいということですね。ああよかった、結果が出たなっていうふうにね、これでようやくその自分の、なんかこう心配事のようなものからこう解放される、まあ、プレッシャーからもね解放されて、ようやく何かこう自分の本来こうやりたいことに専念できるとか、自分の時間を確保できるようになるみたいなね、まあ、そういったことをまあ早く、まあ、目指していきたいというかね、その状態になりたいと。で、まあ、このカードについても、まあ、ワンドの4、これはまあほっと一息つくとか安心を得るということですね。先ほどの実りの教授と合わせて言うならば、結果を出して早く安心したいと、いうふうにですね思っていらっしゃる。だから何かこう結果を出さなければいけない、すごいこう、まあ、プレッシャーのね、すごくこうかかっている日々を過ごされているのかなというふうに感じました。何か早く結果を出さなければいけなかったり、問題を解決しなければいけない、まあ、そういった、まあ、期限があるっていうわけではないのかもしれないですが、とにかくそれを早く達成しないことには本来のね自分のやりたいことができなかったり、その自分の大切にしているものまでも失われてしまうんじゃないかっていう、まあ、恐怖がその焦りの感情を生み出しているのかもしれないですが、そういった、まあ、ちょっとこうプレッシャーと緊張の中で、ですね、まあ、一生懸命こう最大限の結果をですね出せるように、まあ、奮闘されているのかなというのがまずは読み取ることができました。ではですね、その中でお相手の方の心にですねどんな変化が訪れているのか、変化が起きているのかということで、左半分人間関係に対して、そして右半分ですね、
こちら恋愛に対しての心の変化を見ていくんですが、まず人間関係ですね。まあ、これはあなたとの人間関係も含まれています。で、恋愛というのはあなたとの恋愛も含まれているんですが、まずは人間関係に対してどういうね、心の変化が起きているのかというのを見ていくんですが、まあこの2つですね。まずはこちらから見ていこうと思います。トラスト、まあこれ信頼するっていうカードになるんですが、まあこのカードですね。まあその人付き合いにおいて、まあ相手を信頼するっていうことでもまあ読めなくはないんですが、このカードのまあ主なね、メッセージとしては自分を信頼する。まあいわば自信を持つということがね、近いのかなと思います。で、特にその自分の進んできた道であるとかね。まああとは自分のやってきたことをまあ信頼するというかね。その自分がやってきたこと、まだね、その結果が出ていなかったとしても、自分がね、やってきたことは絶対、この、決してね、無駄じゃなかったんだと。なんかこう、努力してきたことを、その努力しようとしてきた姿勢、ですね、それはまあ間違っていなかったんだということで、まあ、いわばこう、結果が出るまでですね、自分をこう、まあ、励ましているというかね、まあ、何かこう、諦めないように心をこうね、前に進めているというか、まあ、奮い立たせているというのはね、まあ、そういったことをされているのかなと、まあ、だからこれを今していらっしゃる、まあ、自分の進んできたことをが間違っていなかったんだと、ね、いうふうにこう信頼、まあ、信用しようとしているっていうことは、ちょっとね、その少し前までは結果が出ていなかった自分をですね、まあ、結構こう責めているっていうことがあったのかもしれないですね。自分には才能がないとか、自分だから結果が出ないんだとか、まあ、そういうふうなネガティブな感情を持っていたせいで、人付き合いに関してもすごいこう消極的、だったのかもしれないですね。あなたに対しても、自分のね、この自信が持てなかったせいで、まあ、ネガティブな、まあ、なんでしょうね、こう、まあ、発言がポロッとね、こう出てしまう時があったり、まあ、こうあなたはすごくそのお相手の方との、ね、関係を進めていこうと思っていても、お相手の方はちょっとこう消極的、あなたの気持ちをなんかちょっとこうかわすようなことをされていたり、なんかこう、あまりこう自分との関係を進めるのが嫌なのかなっていうふうに思うぐらいですね、ちょっとこう消極的な部分があったと思うんですが、そうじゃなくてようやくね、こう自分にまあこうスポットライトを当てるようになったというかね、自分はこの自分らしくしてていいんだっていうふうに思えるようになったので、少しずつね、これからその例えばあなたに対する向き合い方という部分に関しても変わってはくるのかなと思います。で、もう一つこのティーチというカードですね、まあ、教えるということでもあるんですが、まあ、教えている立場と、まあ、教えてもらっている、まあ、いわば学ぶ側の、ね、立場が描かれているんですが、まあ、今回で言うと、まあ、教える、誰かに何か教えるというよりかは学んでね、何かこういろんな知識とか、アドバイスを、まあ、吸収していこうというふうにね、思っていらっしゃるのかなと思います。というのも、先ほどもあった通り、今までは自分をすごくネガティブな目線で見ていらっしゃった、自分に対してネガティブな考えを持っていたせいでなかなか自信が持てなかった、でも自分は今までの通りでいいんだと、自分らしく進めばいいんだというふうに思えるようになったことで、ようやくその他の人のアドバイス、であったり、なんかこう意見とかにも、まあ、耳をね、こう傾けられるようになってきた。それまではこうね、自信がなかったせいで何かこう言われても、いやいや自分なんてどうせねみたいな、なんかこうせっかくのアドバイスを受けているのに、こうなんでしょうね、こう耳のシャッターが閉まっているみたいなね、そういった状態だったと思うんですけれども、そこからね、またその誰かの声を聞いたり、誰かの思いを受け止めたりですね、素直にそういったことをしていこうというふうにね、思っていらっしゃるので、もしかしたら今までね、あなたはそのお相手の方にね、その思いや気持ちを伝えていたのかもしれないですが、自信がね、お相手の方を持てなかったせいで、それをね、こう聞いているようで、なんかこう聞き流していたりね、思いが届いていなかったのかもしれないですが、ようやくね、それをこう、なんでしょう、受け入れるね、こう体制ができたので、まあ、これからね、もう一度こう再
アプローチというかね、もう一度再アピールというか、そういったものをしていくと、あなたの気持ちもお相手の方にね届いていくんじゃないかなと思います。うん。で、次、恋愛に関してどんなね、心の変化が起こっているのかっていうと、まあこれもね、その、ようやくこう心をね、広く持ってね、まあ、あなたからの気持ちを受け止められるようなね状態になりつつあるっていうことに近いカードと、もう一つね出ているので、うん、お伝えしていくんですが、まずこちらから、 Love is all around you、 まあこれは愛はあなたの周りにありますというねカードになっています。うん。要するにお相手の方は今までね、その周りに対しての何でしょう、こう目を向けるっていうことをしなかった、というのも先ほど自分に対してすごいネガティブ思考だったということで、自分なんてどうせ誰も愛してくれないだろうとかね、うん、自分なんてこう愛される価値がないだろうっていうふうに考えていらっしゃったわけですね、恋愛で言うと。うん。そのせいで、まあ、その人付き合いとか、まあ、それこそ恋愛もね、その人付き合いの、まあ、人間関係の延長線上にね、あるとは思うんですけれども、そこに対してもすごい消極的だった。うん。でも、もっと周りを見渡してみれば、自分のことをこう愛してくれている人がいるだろうと。それこそ、あなたがですね、今までこう、そばにいてくれて、あなたからの愛っていうものにも、ようやくこう、目を向けられるようになった。自分の今まで見逃していた愛にですね、ちゃんと目を向けていこうというふうにね思えるようになってきたっていうことで、少しずつねやっぱこう自信が回復してきているんじゃないかなとは思います。うん。だからこれからはちゃんとあなたがその今まで伝えてくれていた愛とかね気持ちも、まあしっかりとねこれからは見逃さないようにね、うん、受け止めていこうというふうに思っていらっしゃるのかなということですね。で、もう一つこちらですね、 Look to your inner strength というカードなんですが、まあ、自分の内なる強さを見ていこうということなんですが、まあ、要するにこれはまあ最初に本人ですねお伝えした自分を客観視していこうということを表すカードで、まあ、ここにねなんかこう水晶みたいなものが描かれていて、その中に人がね映っているんですね。うん。これは何かこう、何かにこう縛られていたり、何か囚われている自分を表しているわけですね。その囚われている自分を眺めている。まあ、いわば客観視している。っていうことを表すカードで、何かこう考えであるとか、まあ、行動、自分の考えや行動に縛られている自分であったり、まあ、あとはですね、まあ、古い習慣とかね、まあ、そういったものに囚われている、まあ、自分ですね。まあ、とにかく身動きが取れない。自分であったり無力感を感じている自分を客観視して、それだと何もね、うん、自分の手に入れたいものを手に入れられないだろうというふうにねこう客観視できたことで、ようやく自分をもっと信じてみようとかね、うん、そういうふうに考えられるようになったので、うん、まあ、それこそ今までは自分へのそのネガティブなね、うん、考え方っていうのがすごくこう自分をまあ、縛っていたというかね、思うように動けなくしていたっていうのがようやくこう気づけたので、うん、まあ、そこは大きな変化かなと思います。うん、これからはあなたにですね、なかなかこう思うように、うん、まあ、例えば素直な気持ちを伝えられなかったり、何か表現できなかったものっていうのをようやくこう、うん、その原因が分かったので、少しずつね、そういった態度とか行動でも変化がね、見られていくんじゃないかなと思います。はい。ということで、最後ね、お相手の方、あなたに対してどんなことをね、思っていらっしゃるのか。ということで、下の4枚のカード見ていくんですが、うん。まあ、こちらに関してはですね、まあ、あなたに対する思い、気持ちについては、最初にもね、お伝えした通り、すごく前向きなお気持ちをね、抱いていらっしゃるのかなと思います。うん。こちらについてですね、まず見ていくんですが、Wish Upon a Star というカードになります。まあ、星に願いをっていうカードなんですが、まあ、その星というのは希望とか理想をね、表すカードになっているので、まあ、ようやくあなたとの、まあ、恋愛であったりね、人間関係かもしれないですけれども、関係をもっともっとね、こう、前に進めていく。まあ、そういった、まあ、今後にですね、まあ、希望をね、ようやくこう、見出せるようになったと。うん。まあ、あなたとの関係についても前向きにね、こう考えられるようになって、この星というのが、まあ、そうなんでしょうね、お相手の方が、まあ、こう、まあ、イメージしているその理想であるとか、まあ、目標ですね。うん。
まあ、こういった関係に将来なっていきたいなみたいな、そういうまあビジョンがようやく見えるようになって、これからはまあそこに進んでいきたいと、いうふうにね思っていらっしゃるというカードになります。まあ、今まではこの星をまあ見ることすらできなかったのかもしれないですね。すごくこう自分自身に自信がなかったので、こうずっとうつむいていた、地面ばっかり見ていたのかもしれないですが、ようやくこう星の方向をね見れるようになったということで、まあ、これもねかなりこう心の変化というものがあなたとの向き合い 方にもね、これからいい影響をもたらしてくるんじゃないかなとは思います。で次ですね、こちらのカード、まあ、これ完結するっていうカードなんですが、まあ、これもまあいわばゴールに到達するということですね。あなたとの関係についてのその理想とかね希望を抱くことができた、いわばこの星の元に行くということですね。その理想の関係にたどり着きたいと、ね、スタートしてゴールがある通り、そのゴールにたどり着きたいということですね。もしかしたら少し前まで、まあこれまではねこうゴールに向かっていたんだけれども、途中でね自信がなくなってしまって、こう進むのをやめてしまっていた、停滞してしまっていたっていうのがあったのかもしれないですが、もう一度ゴールに向かってね進んでいこうという気持ちになってきたということですね。まああなたに対する思い、あなたとの恋愛ですねに対するこう気力が湧いてきたということですね。でもう一つこのカードですね、忍耐というカードになっているんですが、まあこれはですね、まあもちろんゴールを目指していきたいんだけども、やっぱりまずですね、お相手の方が目指したいのは結果を出すことですね。もしくはその問題を解決するっていうのも結果を出すという一つに入ると思うんですが、それをねこう達成してからやっぱりこう恋愛に集中していきたい、あなたに向き合っていきたいっていうのがあるので、それまではちょっとあなたとの関係に対しては本当は進めたいんだけれども、ちょっと我慢してね、まずは自分のやるべきことに専念していこうというふうには思っていらっしゃるのかなと。これもやっぱりあなたとの関係を一気に進めていくためにはそれが必要だということで、ちょっとねこうこらえるというかね、こう我慢されるっていうことを表すカードになっています。はい、ではね最後こちらのカードになるんですが、大天使アリエルというね、カードになっているんですが、まあ、これはですね、まあ、親密さということを表すカードになっていて、まあ、あなたにねこう親密さのエネルギーを与えたいということなんですが、もっともっとねこう、まあ、今まではちょっとこう愛であったり優しさをねあなたにこう与えることができていなかったのかもしれないですね、十分にね。あなたがこう満足したり幸せを感じられるほどの幸せをちょっとこう与えられなくなっていた、これもまあやっぱり自分への自信がなかったせいでね、それができていなかったのかもしれないですが、まあ、今後ね、またその結果を出した後にはちゃんとこうあなたがねお相手の方からの愛を感じられるような接し方、行動のね、行動や態度とか、まあ、関係の築き方ですね、二人の仲がもっとねこう深まっていくような、そういったね関係を築いていこうというふうには思っていらっしゃるので、まあ、あなたに対するその気持ちとしてはね、まあ、ちょっとこう自信が持てなかった時は消極的になっていらっしゃったのかもしれないですが、まあだからといってねあなたとの関係を諦めようとかね、そういうふうにはまあ考えてはいらっしゃらなかったのかなと思うので、まあちょっとねまずはそのお相手の方が結果を出したり、まあ問題ですね、まあ困難を乗り越えたりですねするまではですね、ちょっとこう恋愛に関しても、まああなたとしてはそのお相手の方をまあちょっとこうまあ応援してあげるというかね、まあ、見守ってあげるというような、まあ、接し方でね、一緒にですね、こう、まあ、こう、その、直接的にね、助けられなかったとしても、まあ、心の中でお相手の方がね、それを乗り越えてくれるっていうことを応援してあげたりですね、していくと、まあ、実際にね、お相手の方もですね、恋愛に対して、またねこう振り向いてくれるようにはなっていくのかなと思いますので、まあ、そういった形で寄り添ってあげるのがいいのかなと思います。はい、ということで、こちらですね、スピリットコーツもしくはですね赤の猫をお選びいただいた方、お疲れ様でした。今回の動画が少しでもお役に立てれば幸いです。まあ、今回はね全体に向けたリーディングとなっておりましたが、もしね、何かこう特定の方とのお悩みであったり、まあ、あとはねなかなか人には相談できないこととかもあると思います。まあ、そういった方に向けて、現在個人鑑定を行っておりますので、
もしね興味がある方はこの動画の下の概要欄をご覧いただけますと幸いです。はい、それでは今回ですね、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。はい、それではですね、次にこちらのラブラドライト、もしくはね黄色の猫をお選びいただいた方のカードをリーディングしていきます。では早速カードのオープンからしていきます。はい、今回はあの人の心の中で起きている変化はということで、まあ、どんなね変化が起こっているのか、そしてあなたに対する思いや気持ちに対して何か変化があるのかっていうのをね見ていこうと思います。はい、今回ですねこちらのカードが出ました。はい、カードといたしましては、こちらがお相手の方の今の状況を表すカード、そしてこちらなんですがお相手の方の心の中で起きている変化なんですけれども、左側2枚は人間関係に対する心の変化、そして右側2枚は恋愛に関する心の変化を表しています。そしてこちらはあなたに対してどんな気持ちであったり感情を抱いていらっしゃるのかということを表すカードになっております。はい、ではね早速見ていくんですが、そうですね、まずね、今回出た結果を見た時に感じたのが、まあ、お相手の方がね思うようなその幸せというものがまだこう実現できていないんじゃないかなと思います。それはあなたとの、まあ、関係というか恋愛も含めていろんな、まあ、そのジャンルというかね物事においてお相手の方が望んでいる幸せな状態っていうのが実現できていないのかなと。もちろんそれはお仕事においてもそうだと思いますし、何かこうそれ以外においてもそうだと思うんですけれども、でその原因というのがそのお相手の方のねその優柔不断さというものがその幸せな状態にたどり着けていない原因なのかなというのが読み取れました。だから例えばあなたに対しても何かこう意思表示をはっきりしてくれたりだとか、まあそれこそね気持ちをこう少しでもこう見せてくれればね、もっとこう関係がねこう進むのにとかね、それこそお相手の方が望んでいるような、まあその幸あなたとの幸せな関係ですねっていうものにこうたどり着けるのに、どうしてもこういざ行動を起こそうという手前でこうなんでしょうね、勇気が持てなくて行動ができない。だからそれによって周りがねすごくこう振り回されているのかなと。まああなた自身もねお相手の方がその決断というものをしてくれないことで、ちょっとこう不安を与えられたり振り回されてしまっているんじゃないかなというふうに思うんですが、だからこそお相手の方ももういい加減にねこうその決断をしなければいけない、行動を起こしていかなければいけないっていうふうにはこう感じてはいらっしゃるのかなとは思います。まあ、このあたりねそれぞれのカードを見ながらお伝えしていこうと思います。はい、まずですねこちらのお相手の方の今の状況を表すカードから見ていきます。まあ今ね最初にお話しした内容がまあギュッとね詰まったメッセージのカードが出ているんですけれども、まあ、今回出たカードはこちらの3枚です。一つは戦車のカード、そしてもう一つソードの2、そして最後がカップの10の逆位置ですねになっておりますが、まあこちらのカードから見ていきます。カップの10、これ逆位置で今回出ているんですが、このカップの10というのは、本来正位置の時にはですねこう、幸福ですね、幸せということを表すカードになっていて、その幸せというのも、なんかこう自分一人でこう独占する幸せというものじゃなくて、その大切な人とですね、一緒にこう分かち合う幸せをですね、表すカードになっています。特にまあ恋愛で言うならば、愛する人と幸せな時間を過ごしているとかね、幸せな関係を築くとか、そういったことを表すカードになるんですが、まあ、これがまあ今回逆位置に出ているっていうことで、まだねそのまあ愛する人や大切な人との幸せな関係っていうものがまだ満足に築けていない、まあだから自分の望んでいるような状態にはまだ慣れていないっていうことを表すカードになっています。だからこれがもしあなたとの関係で言うならば、あなたとの関係においてもお相手の方としてはこういうふうになっていきたいなっていう、こう、まあ良い方向でのね、まあ何でしょう、こう理想像というか、まあビジョンを描いていらっしゃるんですが、そこにまだたどり着けていないっていうふうに感じていらっしゃるわけなんですね。でもそれはあなたが何かっていうね、あなたが動いてくれないからとか、あなたが気持ちを見せてくれないからとかね、あなたに原因があるんじゃなくて、その
理想にたどり着けていない理由としては自分に原因があるっていうふうには感じていらっしゃるわけなんですね。まあ、それと同じように例えばお仕事においてもこういうふうにこんな姿になっていたいっていうのがあってもそれにたどり着けていないのは、まあ、先ほどもお伝えした自分の優柔不断さというものが、まあ、原因だというふうには感じていらっしゃるわけなんですね。うん、まさにこのカードがそうなんですけれども、ソードの2というカードなんですが、まあ、このカードは二者択一っていうね意味のカードになっていて、まあ、2つのね剣を持っている人がいるわけなんですが、この2つの剣のうちねどれか1つを選ばなければいけないっていうことですね。だから、まあ、いわば決断であるとかね、何かこう選択をしなければいけない、うん、重大な選択をしなければいけない局面にもかかわらず、いまだにどちらも選べていないということですね。だからこれはいわゆる意思表示もそれに含まれてきます。あなたとの関係をどうするのっていうふうに聞かれた時にね、まあイエスオアノーですね。だからあなたとの関係を選び取るか、それともねもう諦めるかっていうね、その何かこう答えをはっきりしてくれればその先に進めるのに、ずっとその答えを出さずに何でしょう、こう例えばまあ保留している状態ですね。うん、だからそのせいであなた自身もいやどっちなのとね、もうイエスならイエスで関係を進めていきたいし、もうノーならノーでね、じゃあもう諦めて自分もこう次の恋に進めるのにっていうふうに感じているところを、まだお相手の方が答えや決断を出してくれないせいで、ずっと例えばこう待たされていたりね、うん、まあこう振り回されているっていうふうにもお伝えしましたけれども、まあそういったことをまあお相手の方、その優柔不断さによってまあ他人を待たせているとかね、うん、相手を待たせているであるとか、何かこう迷惑というかね、何かこう不安を与えてしまっているっていう状況ですね。でお相手の方も早く決断しなければいけないっていうふうには分かっていらっしゃるんですが、なかなかそのやっぱりその自分の何でしょうね、こう決断をするのが怖いというかね、うん、そういった思いがあって選び取れていないのかなということですね。うん、で最後このカード戦車というカードになるんですが、まあ、戦車というのはその勝負時にね、その乗り物、まあ、何かこう戦とかね、何か戦う時に乗るね乗り物であるように、まあ、勝負を仕掛ける時だというねメッセージを持っているカードなんですね。うん、まあ、今回で言うならば思い切った決断とかね、思い切った行動をしなければいけないとね、そうしないとずっと誰かをね待たせてしまっていたり、それこそうん、こう自分のこのたどり着きたいところにもずっとたどり着けないままになってしまうから、早くねそういった思い切った行動決断をしなくてはいけないなっていうふうにはこう感じていらっしゃるんですが、まだそれをできていない、うん、っていう状況なのかなというふうに思います。だからすごく曖昧な態度しかこう例えば周りに対してね見せていないんじゃないかなというふうに思います。あなたに対してもね、うん、あなたとしてはもうどっちなのっていうのをもうはっきり伝えてほしいのに、ずっとこう、うん、曖昧なままでなんかこう関係を続けられているというかね、うん、まあそういったイエスかノーかをね聞いてもなんかこうはぐらかすとかね、そういった状況にはなっていらっしゃるのかなというふうに思うんですけれども、まあお相手の方の中でも少しずつね、まあちょっとこうそろそろ、決断しなくてはいけないなっていうふうには思っていらっしゃるのかなと。まあ、そこはまあ思っていらっしゃるんですが、まあ、勇気が出ていないということですね。うん、で、まあ、その状況で今いらっしゃるっていうことから、お相手の方の中でね何かこう心に変化が起きているのかっていうのを見ていくんですが、こちらの2枚ですね、左側の2枚が、人間関係に対する変化、そして、右側2枚が恋愛に対する心の変化を表しているんですが、まず変化としては起こっていると思います。うん、でまあ、それぞれ見ていくんですけども、まず人間関係に関する変化から見ていきたいと思います。はい、うん、まあそれぞれ見ていくんですが、まずこちらから見ていきましょう。このカードは絆を深めるというねカードになっています。ですので先ほどねイエスかノーかを選ばなければいけないっていうね選択の局面にあったと、選択の局面にあるっていうふうにお伝えしたんですが、まあ要するにイエスをねお相手の方は選び取りたいわけですね。あなたとの関係においてもその続けていく方向でもっとこう関係を進める方向の選択肢を取りたい、でもそれが選び取れない
っていうことで、まあ、ちょっと迷っていらっしゃるんですが、まあ、あなた含め、まあ、例えばお仕事の人間関係でもそうなのかもしれないですけども、とにかくこう絆を深めていきたいと、うん、あなたとの関係においてももっとこうね、深い仲になっていきたいというふうに思っていらっしゃるというカードですね。まあ、これは非常にシンプルなメッセージなわけですが、もう一つのこちらがね、ちょっとこう、まあ、なんでしょう、迷いを、生み出していた原因っていうわけではないのかもしれないですが、こうヒーリングビーンズっていうカードなんですが、癒しの始まりっていうカードになっています。あなたとの関係、まあ、いろんな人間関係を癒していきたい、今までその自分が優柔不断だったせいでちょっとね、いわば悪い方向に進んでいた人間関係をまたこうね、戻していきたいというかね、立て直していきたいというふうに思っていらっしゃるわけなんですが、その関係をまあ癒していく、回復させていくためには、そのこのカードの中に手放すっていうね、意味のカードでもあるんですね。手放すというまあキーワードというかね、それが含まれたカードになっていて、これ何を手放すのかっていうと、過去の問題ですねを手放すことでようやく人間関係が癒されていくというふうにまあ伝えているカードなんですね。だ、例えば過去の問題で言うと、まあ、お相手の方だけで完結している問題で言うならば、過去の恋愛で受けた、まあ、トラウマとかショックとかね、傷とか、まあ、それを手放すことであなたとの関係、人間関係がようやくこう立て直していける、まあ、その優柔不断だった、その簡単にこう意思を表示できないのは、何かこう過去の経験から受けたものがあって、なかなか自分の気持ちを見せられないっていうのもまあ一つ考えられるでしょうし、まあ、あとはですね、例えばこれまでのあなたとの関係においてちょっと何かこう喧嘩をしてしまったり、まあ、価値観の違いでね、意見が対立してしまったり、それで何かこうあなたに対しても気持ちを見せるのがちょっとこう嫌になってしまった。でもそのままだと、ね、まだ関係がこう停滞したままだから、その、ね、いつまでもその過去の問題を引きずっているんじゃなくても、それはもう手放して、これからのあなたのことを見ていこうと、見ていかないと関係は立ち直していけないぞというふうにね、まあ、こう考えられるようになってきたということで、まあ、もう一度ね、あなたとの関係をまあ癒していきたい、まあ、良い方向にね進めていきたいというような心の変化ですね。そしてまあ絆を深めるっていうのはありましたけれども、まあ、そういったね過去の問題というのを、まあ、水に流すというわけではないんですが、それをずっと引きずっているんじゃなくて、それはそれでね、またこう乗り越えていって、次をね、これから先、もっとねこう良好な関係を築いていきたいというふうに、まあ、思うようになってこられたのかなということですね。だから、まあ、この勝負をするというね戦車のカードも出てきているのではないかなと思います。で、恋愛に関してなんですが、まあ、これもね、まあ、要するにこの絆を深めるっていうところに近いね、ものが出ているのかなと思います。まあ、2つのカード出ているんですが、まあ、1つ目がフィジカルタッチ。まあ、これ身体的な接触ですね。まあ、いわば、あなたとの触れ合いをもう一度、まあ、取り戻したいということですね。何かこう過去のね問題によってあなたと触れ合うこと、触れ合う機会がねちょっとこうなくなってしまっていたり、触れ合っていた期間以前にね、触れ合っていた期間からかなりこう空いてしまって、なんかこう今更そういった触れ合う機会をね作るのがちょっとこう気まずいっていう風になっている場合もあるのかもしれないですが、もう一度ねやっぱこう身体的な触れ合いがあることで、やっぱこう愛をねこう感じられるように、そういったあなたとの触れ合いっていうのをもう一度していきたいというふうに思っていらっしゃるというカードですね。で、もう一つがこちらですね、Back to What You Love、 まあ自分の愛するもののもとへ戻っていきたいと、まあこれはまあ今回で言うとあなたに当たるのかなと思うんですが、まあ、自分の愛しているものですねが、まあ、それがあなただとすると、まあ、ここにねちょっと顔が映っているわけなんですが、あなたのもとにまあ帰りたい、まあ、戻りたいというふうに思っていらっしゃるわけですね。ということはちょっとあなたから離れていたんじゃないかなというふうに思うんですね。その優柔不断さが原因であなたとの関係がちょっとこう離れてしまっていたり、まあ、距離が、こう置かれていたというかね、ちょっと疎遠になってしまっていたのかもしれないですが、その
またねもう一度あなたの元に戻って、この身体的な触れ合いですね、例えばまあハグをしたりね、抱きしめ合ったりキスをしたり手を握ったりね、そういったまあ接触というかね、まあ何でしょうね、こう、まあ、愛をねこう確かめ合えるような行為をねしていきたいというふうにね思っていらっしゃるということですね。まあこれはだから恋愛をもう一度何でしょうね、こう、まあ、盛り上げていきたいというわけではないですけれども、あなたとの愛も深めていきたい、まあ、絆っていうのがありましたけれども、愛と絆ですねを深めていきたいというふうにね思っていらっしゃるのかなと思います。まあ、そういったまあ心の変化がね起きているのかなということなんですが、実際にあなたに対してはどんな思いを抱いていらっしゃるのか、どういったね気持ちを抱いていらっしゃるのかっていうのを見ていきたいと思います。まずですねこちらのカード、サンクスフル、まあこれ感謝という気持ちなんですけれども、まあ意味を表すカードなんですが、まあ、いわゆるあなたに対する感謝の気持ちを、まあ、もう一度思い出そうということですね。やっぱりこの感謝という気持ちがないと、まあ、本当の愛、まあ、本当の愛情ですねっていうのはこう湧き起こってこないと思うんですね。その感謝の気持ちがない人に対して、まあ、愛を向けられない、愛を注げないのと同じでですね、あなた自身も何かこうなんでしょうね、こう誰に対してもね本当の愛情を注ぐっていうのは難しいと思います。それこそこの感謝をの気持ちを抱いている人に対しては本当にね心の底から愛を注ぐことはできると思います。例えば自分と出会ってくれて本当にありがとうと思える人には愛を注げますよね。それと同じ通りお相手の方もあなたに対するその感謝の気持ち、まずは出会ってくれたことや今まで支えてくれたこと、そしてちょっとねこうぶつかることはあったけれども自分とこう離れずにいてくれたこと、いろんなねあなたに対する感謝の気持ちっていうのはねあると思います。今ね挙げたのはほんの一部だと思うんですが、いろんな感謝の気持ちを思い出してもう一度、ね、その感謝の気持ちから来る愛情をあなたに注いでいきたいというふうにね思っていらっしゃるというカードになります。で次ですねこちらのスモーキーミラーですね、曇った鏡というね、カードになりますけれども、まあ、要するにあなたとの関係ですねにおいてちょっとこう雲がかったもの、なんでしょうね、例えば、お互いの偏見であるとかね誤解であるとか、まあ、あとは嫉妬心とかね、まあいろいろねあると思います。そのなんかこうね、偏った見方とかね、まあ、これはまあ偏見に入るのかもしれないですけれども、ちょっと関係がうまくいかなくなったことで2人の間にねこうモヤモヤっとしたものがあったと思うんですが、それをねこう取り除いて、しっかりとまたあなたのことをね愛していきたいと、いうふうに思っていらっしゃるということですね。だからわだかまりとかね、それらをこう取り除いていきたいと、いうふうに思っていらっしゃるということですね。二人の関係をこうちょっとこう曇らせていたものですね、関係が進むということに関してちょっとねこう妨げになっていたものを取り除いて、またねこう お互いこうクリアな気持ちで、ね、純粋な気持ちで同士でこう愛を深めていきたいというふうにね考えていらっしゃるというカードになります。で、次ですねこのカードストラテジー、まあ、戦略とか作戦を立てるっていうカードなんですが、まあ、要するにいつまでもねこう優柔不断なままではいけないと、ね、あなたに対しても何かこう行動であったり決断を下していかなければいけないという中で、何かこう無計画にね行動を起こしたり決断をしてもそれはまあ意味がないということで、しっかりとね行動を起こすにあたってもじゃあ行動を一度起こしたらじゃあその次どうしていくのかっていうね、そのまあ戦略ですね、作戦をまあ考えていこうというふうに思っていらっしゃるので、何かこう行き当たりばったりの行動とか決断じゃなくてね、しっかりとあなたとの関係を前に進めていくためにどうしたらいいのか、ね、まずは最初の行動を起こして、あとはじゃあ次はこういうね次なる行動までもしっかりと考えて、おこうというかね、まあ、考えていらっしゃるんじゃないかなということですね。まあ、そうすることで、まあ、絆が深まったりちゃんとあなたの元にねこう帰っていくためにもね、こうただただあなたの方向にね歩んでいけばたどり着くっていうわけではなく、しっかりとね方向をね、見定めて帰っていかないとね、あなたの元に戻っていけない通りね、まあ、ちゃんと戦略を立てて、ですね、無計画じゃなくてね、
なんかこうあなたに促されたから行動を起こすとかじゃなくてね、お相手の方が自発的に、行動を起こせるようにねしていこうと思っていらっしゃるというカードになります。で最後がですねちょっと気になったんですが、マンホールディングがコインというカードなんですが、まあ、金貨を持つ男性ということなんですが、まあお金ですね、お金を持っているわけなんですけれども、まあこれはですね、何でしょう、まあ例えばね、あなたとお相手の方の間でお金に関する、まあトラブルというか、まあ問題がある場合にその問題を解決しよう。例えばあなたがね、お相手の方に、まあお金を貸していたと。いうのであれば、まずはそのお金を返してあなたとの関係をもう一度ちゃんとね、こうお互いがモヤモヤですね、先ほどあなたとしてはお金を貸してこう返してくれるのかなっていう、そういったモヤモヤですねを解消して関係を進めていこうっていうふうに思っていらっしゃる場合であったり、まああとは何かこうお金にまつわる問題ですねがあなたとの関係を進めるのに妨げになっている。例えば、考えられるのはお相手の方自身がね、あなたから借りている場合もあるでしょうし、あなたから借りている場合じゃなかったとするならば、お相手の方が過去に作ったその借金の問題とかですね。まあそれをちゃんとこう返済して、ね、そういった悩みがない状態で、あなたとの関係を進めていけるようにしていきたいというふうに思っていらっしゃるのかなっていうのもまあ読み取れたので、もしかするとそのお金にまつわる問題がその優柔不断さにつながっていたのかなっていうのもね、まあここのカードからはまあ読み取ることができたので、とにかく何かこうお金にまつわる、まあ問題というかトラブルももしかしたらあるのかなっていうふうには読み取ることができました。もしそれがあればね、ちゃんとそれを解決してからじゃないと、あなたもね、そのお相手の方のことがすごくこう心配になったり、その不信感みたいなものがね、抱いたままだと思うようにね、関係も進めていけないと思うので、まずその問題があるんだったらちゃんとクリアしてね、その解決してですねから関係、まあ愛を育んでいきたいというふうにね思っていらっしゃるのかなということですね。はい、ということで、こちらになりますが、ラブラドライトのカードもしくはね黄色の猫をお選びいただいた方、お疲れ様でした。今回の動画が少しでもお役に立てれば幸いです。まあ、今回は全体に向けたリーディングとなっておりましたが、もしね何かこう特定の方とのお悩みであったり、まあ、あとはですねなかなか人には相談できないこととかもあると思います。まあ、そういった方に向けてですね、現在個人鑑定を行っておりますので、もしね興味がある方はこの動画の下の概要欄をご覧いただけますと幸いです。はい、それでは今回ですね最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。はい、それではですね最後こちらのマラカイトもしくは緑の猫をお選びいただいた方のカードをリーディングしていきます。では早速カードをオープンしていきます。はい、今回はあの人の心の中に起きている変化はということで、まあ心の中でね、お相手の方の心の中でどんなね変化が起きているのか、そしてあなたに対する思いや気持ちにも何か変化はあるのかというのをですね見ていきたいと思います。はい、今回出たカードはこちらになっておりますが、まずこちらからお相手の方の今の状況を表すカード、そしてこちらがですね、お相手の方の心の中でね、起きている変化を表しているんですが、左側2枚は人間関係に対する心の変化、そして右側2枚は、恋愛に対する心の変化を表しております。そして下の4枚のカードではお相手の方があなたに対して抱いているお気持ちであったり、まあ、感情をね表すカードになっているんですが、ちょっとね出たカードを見させてください。はい、そうですね、はい、まずですね、今回出た結果をね見させていただいたところで言うと、お相手の方としてはね、何でしょう、そのあなたとのまあ恋愛、まあ並びに人間関係もそうだと思うんですが、まあお仕事でもそうなんですけれども、いろんな物事をね、もっともっとこう成長させていきたい、発展させていきたいっていうお気持ち持っていらっしゃると思うんですが、ただ、その、お相手の方が、まあ
抱えていらっしゃるというかね、持っていらっしゃるその悪い考え方とかね、悪い習慣がそれとは真逆の方向を作り出してしまっているのかなというのがね、まず読み取れたんですね。だからこそ今お相手の方は、まあ、自分をね見つめ直さなくてはいけない、まあ、見つめ直すだけじゃなくてね、見つめ直した上でこう何でしょう、こう自分の良くない部分を改善していかなければいけないっていうことをね、まあ、心の中でまあ思い出していらっしゃるのかなと、うん、まあ、それがまあ変化なのかなっていうのがありますので、それぞれについてですね詳しくお伝えしていきたいと思います。はい、ではねまずお相手の方の今の状況を表すカードから見ていくんですが、今回出たカードがこちらの3枚です。はい、まず一つがペンタクルのクイーン、そしてワンドの5、これはまあ逆位置で出ております。で、最後こちらですね、死神のカードが出ています。うん、まあ、最初にね、冒頭でお話しした内容がここに詰まっているわけなんですが、それぞれね見ていこうと思います。まずペンタクルのクイーンですね、これはまあ何かを育むとかね、これも成長させていくっていう意味のカードになっていて、それこそね、あなたとの人間関係、まあ恋愛っていうものですね、まあ愛をまあ育んでいきたい、そしてもっともっとあなたとの関係を成長させていきたいっていう思いであったりね、あとはその恋愛に限らずお仕事でもそうだと思います。自分をもっとね成長させていきたい、発展させていきたいっていうふうに思っていらっしゃる。だからすごいこう上を目指す気持ち、ですね、向上心にはまあ溢れていらっしゃるわけですね。うん、あなたとの関係ももっと良くしていきたい、恋愛を発展させていきたい、そういった思いを持っていらっしゃるわけなんですが、次のこのカードですね、死神のカード、これがいわば、その成長を妨げていると言いますかね、なかなかこう思ったところにたどり着けない原因になっているわけなんですが、この死神というカードなんですが、死神というのは本来その必要がないものとか、例えば断ち切らなければいけないものをきっぱりとこう断ち切る、断ち切ったり、あとは終わらせるっていうことを表すカードなんですが、お相手の方ね、その先ほどもあった通り、あなたとの関係もね、もっとこう成長させていきたい、発展させていきたいというふうには思っていらっしゃるんですが、それを妨げているのが、そのお相手の方の持つ、例えば、悪い癖とかね、悪い考え方っていうものが妨げになっていて、それを断ち切らなければいけないっていうふうに思っていらっしゃるわけですね。例えばその悪い癖とか悪い考え方っていうのが何なのかっていうと、例えばすごくこうプライドが高くて、自分からは素直にね、こう気持ちを伝えない、これも一つ悪い、癖というかね、その考え方にもなると思いますし、あとは、例えば虚言癖とかね、そういったものはね改善していかなくてはいけないですよね、悪い癖としては。あとは、そうですね、虚言癖に近いかもしれないですが、浮気症とかね、あとは、そうですね、何かこう、なんか恋愛はこうでなくてはいけないみたいなね、もうそういった何かこう一辺倒な考え方しかできないとかね、あとはこう何でしょう、ちょっとこうだらしない部分ですね、例えば連絡に関しても全然こう返さないとかね、こう既読だけつけて返さないとかね、それも悪い習慣というところまでは言えないかもしれないですけども、やっぱりこう人間関係を築いていくにあたっては、そういったこう連絡をしないとか、コミュニケーションをうまく図らないっていう部分に関してやっぱこう妨げにはなってくるので、そういった部分をこう断ち切るというか、こう改善していかなければいけないっていうふうには、思っていらっしゃるというか、それをしないことにはこのね、本来お相手の方が目指しているところにはたどり着けないということですね。で、これがまだきっぱりとこう改善できていなかったり、その断ち切ることができていない、その悪い癖とかの場合で言うとね、断ち切れていないことで、最後のこちらのカードを見ていくんですけれども、ちょっと悪い癖のね例がちょっとあまり思いつかなかったので、それぞれねあると思うんですが、それを思い浮かべていただけたらなと思うんですけれども、それをこう断ち切れていないというせいで、このねワンドの5というカード、これ逆位置で出ているんですが、このカードはその人間関係にねまつわるそのトラブル、
が起こっているっていうカードですね。まあその聖地でもこういったね人同士がこう争っていたりちょっと揉め事がね発生している様子が描かれているんですが、その問題がより深刻化しているというね、カードになっています。これもお相手の方がその悪い考えや習慣っていうのを断ち切ることができていないせいで問題が深刻化、まあ、悪化してしまっているっていうことですね。だからもしかするとあなたとの人間関係、恋愛においてもちょっとね、まあ関係が悪化しているのかもしれないですが、その原因ってなっているのがお相手の方の、まあ、持っているというか抱えている悪い考え方であったり癖を、まあ、改善できていなかったり断ち切ることができていないせいでちょっと悪化してしまっているのかなと、いうことですね。でもお相手の方が本来目指したいのは成長発展っていうところがあるので、心の中での変化っていうのが最初にもお伝えした通り自分の良くない部分を改善していこうとかですね、悪い部分を直していこうと、まあ、その断ち切っていこうというふうなね心の変化が、まあ、訪れているというのがね今回の結果からは読み取れたので、次にねこちらを見ていきたいと思います。はい。で、それぞれですね、先ほどもお伝えした通り左2枚が人間関係に対するもの、そして、右2枚が恋愛に対するものを表しているので、ちょっと2枚ずつね見ていこうと思うんですが、まず人間関係に関して、お相手の方の心の中で起きている変化についてはこちらが伝えてくれています。そうですね、こちらからちょっと見ていこうと思うんですが、ムービングオン、これはね、動き出すっていう意味でもあるんですが、まあ、変化するという意味のカードになっています。で、何でしょう、こう波打ち際をねこう一人でこう歩いている姿がね描かれていますけれども、ちょっとこう一人になる時間をね、作って、まあ、それこそまあ海に行かれるのかもしれないですけれども、ちょっと自分をね見つめ直す時間を作ろうと、まあ、時間というか機会を作って自分の良くない部分にもちゃんと目を向けていこうと、そして自分を変えていこうというふうにねお相手の方思うようになってきたわけですね。どうしてなんかこう、まあ、虚言癖とかだったらねなんかこうすぐに嘘をついちゃうんだろうとかね、浮気症の方だったらなんで浮気をしちゃうんだろうとかね、そういってその自分の良くない部分にちゃんと目を向けていこうということですね。あとはプライドが高い人だったらなんでこうプライドが高くなっちゃうんだろうなとか、素直な気持ちが言えないんだろうなとかね、まああとは何でしょうね、こう浪費癖とかもそうかもしれないですけれども、とにかくこう自分の良くない部分にもねちゃんと向き合っていってそこを改善していこうと、ね、変えていかないとやっぱり人間関係においてはね良好な人間関係が築けていけないから、まずはそこに向き合って一つ一つでもこう改善していこうというふうにね思うようになってきたというカードになっています。ようやくねその悪い習慣とか考えに対しては断ち切ろうというふうな、まあ、姿勢というかね考えが出てきているということですね。あとはこのウィン・オア・ルーズ、まあ勝つか負けるか、まあいわば勝ち負けなんですけれども、まあ、このカードが出ているっていうことは、お相手の方がねその人間関係にその勝ち負けの意識をね結構こう持ち込んでしまっているのかなっていうのがね読み取れました。これもお相手の方の、まあ、その見つめ直さなければいけない部分、改善していかなければいけない部分なのかなっていうふうに感じていらっしゃって、例えばねその人間関係において自分が正しい、そしてじゃあ相手は正しくないっていうふうにこう自分を正当化したり、常にこう自分の方が上にいるとかね、自分の方が正しいとか自分の言っていることが正義だとかね、で逆にその何かこう自分に歯向かってきたり、なんかこう意見を言ってくる人をすぐこう論破しようとするとかね、そういったなんかこう常に人間関係ってそういう勝ち負けじゃないじゃないですか。そのライバル関係だともしかしたらそうかもしれないですけれども、主にこの恋愛とかね、それこそ仲のいい人との人間関係においてはそういったこう勝ち負けのね、こう意識っていうのは必要ないじゃないですか。でもどうしても、まあ、これもまあプライドの高さっていうのが関係しているのかもしれないですけれども、常にねなんかこう勝つか負けるかで、人と向き合っていらっしゃった部分が結構あったのかなと。だからあなたに対してもその勝ち負けの意識っていうのがどうしてもねこう抱いてしまっていて、何かこう言い合いになった時には絶対こう自分の考えが正しいというふうに思って
あなたの意見をこう論破しようとしていきたいね。あなたの考えとか意見をこう認めないようにしたいね。それはもう間違っているというのを決めつけてね、うん、勝ち負けの意識があるから、そのあなたの言うことはもう絶対正しくないというふうにもう鼻から決めつけて聞かないとかね、うん、そういったことをしてしまっていたのかなと。だからここも自分の良くない部分だなっていうふうにこう感じられてきて、ムービングをまあ変化させていかなければね、ちゃんと改善していかなければいけないというふうにまあ思うようになってこられたのかなということですね。まあ、これが今お相手の方のまあ心の中でね起きている変化ということですね。だからその勝ち負けの意識が強かったので、結構こう、まあ、あなたともそうかもしれないですが、他の人との人間関係においても結構こう、なんでしょう、対立するというかね、揉めることがちょっと多かったのかもしれないですね。だからそこを改めていこうというふうに思っていらっしゃるということですね。で、次、恋愛に関してどんなね、変化が起きているのかということなんですが、まあ、まずはこのね、勝ち負けの意識を、まあ、取り除いていくというかね、こう見つめ直して変化させていくっていうことなので、まあ、恋愛においてもね、まあ、こう要するにこう平和にね関係を築けていけたらなっていうふうに思っていらっしゃるわけなんですが、まずはねこちらのカードから見ていくんですけれども、Spend Quality Time Together というカードになるんですが、まあ、質の高いね、時間を共に過ごしていくというカードになります。まあ、もちろんね、そのあなたとの恋愛、あなたとの関係においてももっとこう質の高い時間をね、過ごしていきたいというふうに思っていらっしゃるわけで、まあ今までがね決してその質の低いというわけではなかったと思うんですが、それこそその勝ち負けという意識があったせいで、その恋愛、そのあなたを愛するという気持ち、その純粋な気持ちだけじゃなくて、どこか常に自分が優位に立っているとかね、自分が正しいとか、なんでこう自分に従ってほしいみたいなね、そういったのは、まあ、いわば恋愛におけるその余計な感情を、まあ、持ちながらね、あなたとの時間を過ごしていらっしゃったのかもしれません。だから本来だったらもっと質の高い時間をね過ごせていたはずのところを、この勝ち負けの意識、まあ、もしくはそのね勝ち負けの意識以外にも何かこう悪い癖とかね習慣があるっていうふうにお伝えしましたが、それがあったせいで、あなたとの一緒に過ごしていた時間の質がちょっと下がってしまっていたのかもしれません。ですがそれを見直すことで、もっともっとね質の高い時間、そのシンプルにねこうあなたを愛する気持ち、あなたに対して思いやりを持つ気持ちだけでこう過ごしていくことで、もっとこうお互いが一緒にいる時間を、何でしょう、こう心地よくね幸せを感じながら過ごせていけるようにしていきたいというふうにね、まあ、いわばピュアな気持ちだけでこうお互いがこう向き合っていけば、それだけでもねすごくこう2人の一緒にいる時間というのはね、こうすごいこう質の高い、時間になっていくんじゃないかと、まあ、ここにね、まあ男女というわけではないんですけれども、まあ、カップルがキスをしているようなね、まあ、そういった愛にあふれる空間というかね、時間を共に過ごしていけるようにしていきたいと、まあ、これもね考え方というか心の中での変化なのかなということですね。でもう一つこのカードですね、アクション、スピーク、ラウドリーというカードなんですが、まあ、これは行動は、多くを語るという、ね、意味のカードなんですが、まあ、要するに行動でね愛を表現していきたいっていう意味のカードになっています。まあ、ちょっとこう、まあ、プライドっていうのもね、最初の方から何度かお伝えしているんですが、あんまりこう口で伝えるのは得意じゃない方なのかもしれないですね。その言葉とかでね愛を表現するってなると、ちょっとこう口下手な部分があるので、なんかこう行動でねあなたに対してはこう愛情表現とかね愛をこう示していきたいっていうふうに思っていらっしゃる。ちょっとこう自分の苦手な部分で無理やりね愛を伝えていくというよりかは、なんかこう愛の伝わる行動でね、あなたに対する気持ちとか思いを表現していこうと、そしてまあいわば2人の時間のもっとこうクオリティですね、質を高めていきたいというふうにね思っていらっしゃるのかなと。まあ、こういう、まあ、心の変化というか考え方の変化がねお相手の方の中では起きてきているのかなということですね。まずはだから自分自身を大きく変えていくということから、まあ、人間関係であったりあなたとの恋愛というものを、良い方向にね変えていきたいというふうに思っていらっしゃるという結果が出ております。はい。
で、実際にあなたに対するその思いであるとか気持ちがどういったものなのかっていうことでそれぞれ見ていくんですが、まずこちらのカードからワンステップアットアタイム、まあ一度に一歩ずつというカードなんですが、まあすぐにはね、その自分の抱えている、まあ、悪い習慣とかね、まああとは癖とかね、考え方っていうものをこう一気にね、まあ今までこう培ってきたものの結果でそれがなり、まあ出来上がっている部分もあると思うので、すぐにはねそれをこう改善したり取り除くっていうことはできないかもしれないけれども、一歩ずつでもね、うん、その自分の悪いところをこう改善していこうと、そして、まあ、一歩ずつでもあなたとの関係をね着実に前に進めていけたらなというふうに思っていらっしゃるというカードですね。うん、だからやっぱりこの育んでいくあなたとの関係を少しずつでも着実にねこう成長させていきたい、発展させていきたい、まあ育てていきたいということですね。うん、そういうふうに思っていらっしゃるというカードで、次のこのカードは3、まあ太陽ですね。うん、まあこのカード、まあ太陽ということなので、まあその明るさとかね、楽しさ、うん、あとは、充実感ということなんですが、まあ二人がね、こう心の底から一緒にいる時間を楽しめるようなね、幸せを感じられるような状態にしていきたいと、まあこう充実感のね、充実感あふれるようなね、関係性にしていきたいと。ね、まあそこにこうたどり着くまでには一歩ずつにはなるかもしれないけれども、まあそういった二人の関係をねこれから先、まあ明るい状態にね、すごくこういい和気あいあいとした状態にねしていきたいと、うん、いうふうに思っていらっしゃるというカードになります。はい、で、次ですね、こちらのカードを見ていくんですが、ストームウォーミング、まあこれ嵐の警告ということですね。うん、これはあなたとの関係においてね、これからまあ嵐、まあ嵐というのはまあこの、まあ、竜巻というかね、まあ、それを表しているんですが、まあ、これは要するにこう、まあ、困難な局面とかをね表現しているわけなんですけれども、まあ、あなたとの関係を続けていけば、ね、その先にその困難な局面が待っているのかっていうと、そういうわけじゃなくて、この先、ね、自分がこの良くない部分を変化、まあ、改善できなければ、ね、それこそもう嵐に直撃してしまうというかね、二人の関係がもうすごくこう悪い状況になってしまうっていうふうにまあ考えていらっしゃって、だからこそこの嵐を避けるためにね、うん、嵐を回避して良い状況にね、まあそれこそストーム、まあ嵐ではなくてね、この晴れた状態にね、まあすごくこう穏やかで平和な状態にするためには、まずは自分の悪い部分を変化させていかなくてはいけないなと。このままだとこの嵐に直撃してしまうと、ね、全てがこう混乱した状態になってしまうからこそ、ね、早くこう改善しなくてはいけないというふうに感じていらっしゃるのかなということですね。まあ、最後のこのカードも、まあ、ヒーラーオブザエイジズというね、まあ、時代のヒーラーというカードなんですが、まあ、少しずつでも自分をまあ癒していくというかね、うん、まあ、今回で言うならば変化させていくっていうことに近いのかなと思うんですけれども、まあ、自分の良くない部分をね、ちょっとでもこう改善していこうと、うん、これもまあこの嵐を避けるためであったり、二人の関係を良くしていくためにはそういった部分を少しずつでもね、うん、その悪い要素というかね、お相手の方にとって、お相手の方がこう見つめ直して、あ、これは良くないなって思ったものを少しずつでもね、こう取り除いていけるようにしていきたいということですね。まあ、それと同時にあなたとの関係も、ね、もしかしたらその悪い習慣とか考え方によってちょっと良くない方向にね進んでしまっていたのかもしれないですが、それをこう癒していくというかね、もう一度良い方向に進めていきたいというふうにね、うん、思っていらっしゃるっていうカードが出ているので、まああくまでもあなたとの関係というものは良い方向に進めていきたい。でもそれを今までお相手の方がその抱えていらっしゃった、うん、癖とか習慣とか考え方ね、まあ固定概念もそうかもしれないですけれども、うん、それらが妨げになっていたので、今後はねちゃんとそこをちゃんと向き合って改善していこうというふうなね、心の変化が今訪れているんじゃないかなというふうに思います。はい、ということで、こちらですね、マラカイトのカードもしくは緑の猫をお選びいただいた方、お疲れ様でした。今回の動画が少しでもお役に立てれば幸いです。
まあ、今回は全体にね、向けたリーディングとなっておりましたが、もしね何かこう特定の方とのお悩みであったり、まあ、あとはなかなかね人には相談できないこととかもあると思います。まあ、そういった方に向けてですね、現在個人鑑定というのも行っておりますので、もしね興味がある方はこの動画の下の概要欄をご覧いただけますと幸いです。はい、それでは今回ですね、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。